moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。3月5日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。なんかね、今年花粉症きつくないかな。なんかね、王子こっち名古屋の方は今日雨だったんですけどもね、目かゆくって鼻水がねなんか止まらなくてね、ご飯食べながらね、それこそねお茶碗の中に鼻水が滴り落ちるんじゃないかと思ったぐらいですよ。滑り王子マスクマンでございます。お黙り。はい、寒くなったり暑くなったりでまた寒くなって今日は冷たい雨でした。いやー、3月だけどなんとなく気温差が激しくてなかなか体がついていかない水煮込みスキーと、実はですね、私今日日帰りで東京行ってきまして、ね、TOKIO に行ってきたんですけど、うん、はい、東京もですね午後から雨が降ってたんですね。で、行った場所が神田なんですよ、うんうん、で神田、うん、飲み屋がありまして、うん、昼飲みできるところがあったんですよ ね、 ほうほう。もうね、仕事で行ったんですけどね、うん、もうここで今日は飲んで泊まりたいと思ったらさすがにそうなるよね。でも旧名古屋あるからねそうなんです、はいはいはい、こんな3人がお届けします今夜のテーマは動画。今夜のテーマは動画です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日の電話ゲストコーナーは FM ギノワンで毎週土曜日16時から放送中の番組タカボのキックオフのパーソナリティであるタカボさんです。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナー名古屋動画などお話しします。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町クリスチャン芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。私ども東海共和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。
名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。キウナ名古屋。はい、メールご紹介します。その前にですね、はい、先週カメラ調子悪かったんですけど、うん、はい、カメラですね、うん、ポイしました。え、ポイしたの？ポイして変えました、うん、でピューって新しいのがまた、そう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 、あ、変えたんですよね。いいですね。ピューっとは来ないけどね、うん、もうねこの野郎って捨てちゃいましたけど、あらまあ、もうねちょっと限界でしたね、うん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 、なので、今は変えたカメラですけど、どうでしょうか。今一応全画面で知ってる感じはしますけどね、うんうん、あのどう、あの王子の生え際まで見ちょっと見えちゃってるような感じ。おだまり、いや、いいんじゃないですか。いい、逆に、うん、なんかぼんやりしてていいんじゃない。ぼんやり、ぼんやりぼやっとしてていいかも。ぼやっとしてていいんじゃないかな。そうだ、ね、そうだね、あんまり怖く見えないし、うん、はい、はい、うん、はい、うん、はいはい、はい、じゃあ、メールご紹介します、はい、あら、お久しぶりでございますね、ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんばんは、昨日の突風でトイレのゴミ箱を壊されたアレックスです。ん、ああ、突風でゴミ箱飛んでっちゃったのね、うん、ああね、うん、ちょっと沖縄大変なんですよ、うん、家島で竜巻が発生したりとかね、はいはい、あ、はいはい、ちょっとすごい風が大変ですね、うんうんうん、はい、はい、最近占いの動画にハマっています、王子はですね、個人撮影ものにハマっています。おだまり、これはいいね、余計な情報だね。ふざけるな、今それ書いてあった、違います、これ王子の情報ちょっとぶっこんだんです。もういい、2月の私の気運はすっげー良かったんです。全体運、恋愛運、仕事運、何をとっても最高だったです、しかし、3月はエレベーターで最上階から地下へ一直線、しかも健康運がやばい、ん、やばい、やばいってことかな、うん、うん、だから王子、キュンセリフをお願いします。あら、いいの、じゃあ言いますね、じゃあちょっとあの、はい、リバーブちょうだい、はい、出しますよ、はい、アレックスが他の男と話をしてるのを見ると嫉妬しちゃうんだよね、うーん、ジェラシーおだまり、皆さん風邪ひかないように、ではアディオスアミゴスっていうことでございます。あの、久しぶりにアレックスさんのね、この王子に言わせる系出ましたね、うん、ちょっと新鮮でした、ありがとうございます。じゃあメールいきますね、はい、キウ名古屋の皆さん、こんばんは。こんばんは、こんばんは、岐阜の9人のバーバーです。ありがとうございます。私は写真も動画も撮るセンスがなくていつも叱られます。そしてここぞという時のビデオも撮り損ねてばかり。孫の運動会で娘が、私写真写すからお母さんはビデオお願いって言われて、慣れないビデオカメラを手にリレーを走っている孫を写して、後で見たら録画スイッチが入ってませんでした。まあ、うん、娘にやっぱりねって呆れられてしまいました。
自分の子供の運動会で写真写しても全然違う子を写していたりしてましたよ。お母さん一生懸命違う子を写してたんだ。あ、でもね、分かりづらい時ありますからね。あ、まあね、うん、確かにね、まあ、同じ体操服でそう ね, ね、あの赤白の帽子とか被ってると、うん、うちの子と思って見た ら, ったら違った違ってたっていう、ね、後で見たらびっくりですね、うん。今日のゲストの高保さんはサッカーのお話しされるのですね。私の孫の1号は小学生の頃から高校までサッカーしててずっとレギュラーで活躍してました。その影響で日本代表のサッカーの試合を見るようになりました。でもあんまりルールは知りません。今日は少しはサッカーを勉強できたらと思います、ということです。おお、ね、うん、うんうん、王子もあんまりちょっとねサッカーはね、まあ、見てるんですけど、うんうん、まあ、詳しくはね自分から、ね、体験してないもんですから、ね、というところでですね、お次のメールはですね、ちょっと、はい、時間ですね、はいはい、そうですよ、はい、時間です。ね、高保さんにね、また、はいはい、説明していただきましょう。はい、はい、じゃあ CM の後は高保さん、はい、登場です。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターエンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ、八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまで。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。キユナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです。本日は FM 宜野湾で毎週土曜日16時からの放送中の番組、高保のキックオフのパーソナリティでございます高保さんです。こんばんは。こんばんは。どうも、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では高保さん、まず自己紹介の方お願いしてもよろしかったでしょうか。はい、皆さん初めましての方も、それから名前だけ、ご存知の方も、私高保と申します。先ほどもご案内いただきましたように、毎週土曜日の夕方の4時16時から、高保のキックオフというサッカー審判、そしてルールに関する番組を持っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。私ですね、サッカーですね、はい、めちゃくちゃ苦手なんですよ。そうですか。めちゃくちゃ苦手でして、で、どうしてもですね、ヘディングをするとですね、はい、まあ、私当時と、まあ、今でもそうなんですけど、近眼ということもあって、眼鏡がですね、眼鏡をしてるんですけど、眼鏡が飛んじゃうんですよ。はい、いや、それは眼鏡をしてれば飛びますよ、やっぱヘディングすると。そうなんですか。なので、どうしてもですね、その恐怖感っていうのもあったり、顔面に当たって鼻血が出たり。あ、 そうですね、そういったようなこともあって、どうしてもですね、サッカーが
遠のいちゃってるんですけども、まず高本さん、どういったきっかけでサッカーをやり始めたんでしょうか。私の場合はですね、別にサッカー部とかに入っていたわけではないんですが、はい、29歳の頃、こう、ふと鏡を見るとですね、はい、なんかこう、太ってきたなと。ほう。で、あとベルトの穴がありますよね、止める位置の、はいはいはい、そこがですね、だんだん外側に、こう、変わってきたっていうのを実感して、はい、それで何か運動しないといけないなっていうことで、いろいろ考えたんですけど、はい、外をただ走ったりとか、なんかこう、強制力のないことやっても多分途中でやめるなと思って、うん、何があるかな、みんなと一緒に走れるの、強制力のあるものって考えて、サッカーとラグビーがまず頭に浮かんだんですね。で、まあ、これだったらみんなと走れる。でも選手は無理だなっていうのをまず自分でもう、決め込んじゃって、はい、そしたらあと何があるんだと思ったら審判があるなと、はい、審判ならみんなと走れるなっていうことで、それぞれのサッカー協会ラグビー協会に問い合わせをして、どうやったら資格取れますかと、はい、で一番こう親切に教えてくれたのがサッカー協会だったので、はい、そこからサッカーの審判資格を取りました。あ、そうなんですか。でも結構審判されてる方走ってますね。走る方は走りますね。いや見てるともう、ずっと走りっぱなしな感じしますけども、正直なこと言うとしんどくないですか。まあ好きでやってるのもありますし、みんなとこう同じ空間をこう走り回れるのがすごい気持ちいいと感じていますので、嫌いとかはないですが、ただ夏の炎天下はもう死にそうです。ですよね、熱中症とかも、そう考えられて。東京の夏はめちゃくちゃひどいんで、もう、それはきついです。まあ、東京も、はい、はい、名古屋もそうでしょうけど、名古屋もすごいですね、はい、もう夏はちょっとね、厳しいかなと思いますけども、はい、あ、そうなんですね。で、結局、その審判の資格を取るっていうことは、何かその、いきなりできるわけではなくて、いくつかステップがあるわけですよね。はい、そうですね。もう最初は講習会を受けて、はい、それで、まあ、大まかなこの動き方とかルールとかを学んで、それで、まあ、はい、資格を取るんですけど、実際じゃあどうすればいいんだっていうことで、自分は全然こうクラブにも入ってなかったので、どうやったら活動できるかなっていうことを考えて、自分はその住んでる地域の中学とか高校とかその大学とかに片っ端から電話をして、練習試合でもいいのでやらせてもらえませんかっていうところからの営業をかけていったんですね。ああ、そうなんですね。はい、はい、でそれで、まあ、近くの中学やら高校の先生がいいよってことで誘ってくれて、それでまあ初めてその練習試合とかその地域のまあなんて言うんでしょう、プライベートな大会ですね、それに参加をして、それで初めてこう審判をやったんですけども、はい、右も左も分からない状態で、本当に最初はもう頭真っ白でした。難しいですよね、本当いろいろ覚えることがいっぱいあるかなと思うんですけども、まあ、実はですね、はい、今うちのパーソナリティですね、超運動音痴のものがいます。はい、あれ、それは私かな。はい、はい、あ、高尾さんご無沙汰しております。ご無沙汰しております。沖縄で会っていないですね。そうなんですね。沖縄でね、ね、レストランチョッピンさんでね、はい、偶然お会いして、そう、あとFM ギノワンのスタジオの ね、スタジオのロビーでも、ひょっこり現れまして、すいませんでした。はい、いえいえいえ、お会いできてよかったです。はい、そう、まあ、審判員やられて、そしてね、FM ギノワンでもパーソナリティとして、ね、ラジオ番組を持たれたんですけれども、はい、また FM ギノワンの番組はどのようにしてこう始めようって思ったんでしょうか。はい、最初ですね、5月の終わり頃に、インスタライブを見てまして、はい、そこの方が、まあ、占いというか そういったなんかされる方なんですけれども、その6月の頭ぐらいに自分にやりたいことがあったら決めるといいよって言われまして、あ、
占い師の方にそう言われたってことですか。そうですね、あの、なんていうんですか、そういう、そう、それでふとこう自分自身の心の中にあった、あ、なんか審判で何かをこう伝えたいっていうのがこうふつふつと湧いてきまして、それでこうサッカールールを、まあ、詳しくない方とか、はい、試合を観戦してても、うん、いまいちこう理解できないような方に、うん、できるだけこう分かりやすく初心者でもとつきやすいようなそういう番組を持ってこう発信したいなって思いまして、それで山内さんに相談をして、はい、それでまあ7月からにしようかっていうことで始めました。あ、またいいタイミングでね、この7月から始められて、そして、はい、今曜日が変わって土曜日になりましたよね。はい、当初が、ね、日曜日のお昼だったんですけれども、はい、うん、ちょっと枠が空いたということで土曜日に引っ越ししませんかということで、はい、土曜日の16時から、うん、また変更になって、はい、こちらは現在、今生放送に、はい、なったんですよね。そうです、日曜日は収録放送だったんですけれども、土曜日になってから生放送でさせていただいてます。やっぱり、こう日曜日から土曜日に変わってやっぱり違いますか。そうですね、まあ、そんなに数は多くはないにしても、あのツイキャスの方で参加されている方と、まあ、やり取りができますし、はい、また生放送という緊張感の中でこう放送もできますので、はい、非常にこう、ね、ある意味ワクワクドキドキ楽しみながらやっています。なんかね、この聞いてる方の反応も直接ね、こう聞けるっていうのが嬉しいですよね。そうですね、まあ、サッカーにね、なかなかこう馴染みのない方もいますし、まあ、昔やってたよという方もいらっしゃるでしょうけど、うん、はい、少しでも参考になればなと。なるほど、はい、ツイキャスでですね、安さやかさん、コンビニ社労士安さやかさんですけれども、はい、サッカー審判員本当にすごいお仕事っていうことで、 ありがとうございます、はい、そして税理士の山中智文さん、ダンサンさん、みそにさん、名古屋のジョニーデップさん、こんばん名古屋、高坊さん、うん、謎かけいつも楽しみにしてますということで、ありがとうございます。なかなかね、その審判の、ね、評価っていうのはなかなか社会的に低いんですよ。そうです、お恥ずかしながら、うん、はい、やはり選手に夢中になってて、もちろんね、どんな競技でも審判という方は大切なんですけれども、やはりその高坊さんのラジオを聞いて、あ、審判員ってこういうことなんだっていうことをなんか理解できたような気がします。まあ、正直それまでやっぱりそのもちろん審判の方が存在するのは分かってたんですけれども、そのね、この意識するようになったのはやはり高坊さんの番組を聞いてからかなって思ってます。 ありがとうございます。はい、そしてですね、もう一人、この番組、いるんですけれども、まあ、この前の沖縄ではちょっとお会いできなかったんですけれども、はい、変わりますけど、はい、楽しみにしておりました。はい、あら、初めまして、王子でございます。初めまして、王子様。初めまして、お声を、いやいや、直接聞かせていただきます。いやいや、ありがとうございます。いつもですね、イエローカードとね、レッドカードいただいてですね。そうですね。とってもね、王子ね、そういう指摘をいただくとね、ドキドキしちゃいますんで、で、まあ、またね、その、泡、はい、うん、これはですね、もう皆様の、ね、想像の域でございますけども、今ねちょっとね、はい、まあ、これね、私と高坊さんしかわからないかもしれませんけども、はい、うん、まあ、私野球派でしてね、サッカーあまりね、はい、やったことないんですけども、ただですね、皆様びっくりしないでね、まあ、アワースタジアムではね、まあ、ゴールドボールをね、プレイしていただいてね、ちょっといいですか、はい、それはイエローカードになります。ギネスさんからツイキャスで、うん、高坊さん頑張れ、王子に負けるなとエールをいただいております。ありがとうございます、頑張ります、うん、いやいや、これ至って普通の話でございますからね。で、まあ、そういうところでですね、高坊さんにね、ご出身をしていただきたいなっていうね、うん、はい、まあ、そういう願望がありまして、うん、どうしてもで
あの高坊さんとお話するときはちょっとこう泡のお話もしなきゃいけないのかなっていうふうで、はい、させていただきました。いやでももしかしたら合わないかもしれませんね。あ、決まりましたね。これなかなかあれですね、あの王子ね、そういうところねあまりね頭回らないんですよね。うん、その切り返しが、ね、とってもお上手でね、さすがと思いましたね。いえ、とんでもないです。もう、慌てないでくださいね、本当に。慌てないで。はい、また来ましたよ。あの、謎かけお得意なんですよね。いや、得意、どうですかね。まあ、あのですね、まあ、王子はですね、まあこうやって、はい、あの話しててもね、まあ、勢いだけで、ね、よくお話をしてますので、まあ、大体ね、あのサッカーっていうのね、この、マラドーナのねオーバーヘッドをね思い出すんですけども、あで、はい、おーマラドーナーってよくなんかテレビの CM でもありましたけど、王子滑ってます。あのこんな感じで、ね、本当にねあのサッカーのイメージは本当それがあるんですよね。マラドーナといえば神の手ですね。そうですね、うん、触っちゃったみたいなね、はい、王子滑ってます。王子さんもこう触っちゃったりしてね批判を浴びたりするってこともありますよね。あ、そうですね、あの知らず知らずのうちに触ってて、あのお叱りを受けるっていうね、はい、ここでは触っちゃダメよっていうね、それ、うん、まあ、サッカーもですね、ハンドの反則っていうのがありますので気をつけていただかないとね。あ、そうですね、そうですよね、はい、はい、でもあれはやっぱりあれですか、故意的に出したわけでもなくでもやっぱりこう手に当たってればハンドになるんですかね。あの全部が全部ファウルではないんですけど、要はそのここの位置に手があるってことは普通ないでしょうとか、うんうんうん、これは、うん、ここの高さに手があるってどうなのよっていうのは大体ファウルになりやすいです。はいはい、うん、でやっぱりあれですか、その手の甲とか手のひらとかっていうのは関係なくこう手に当たればっていうことなんですかね。そう、手とですね、あと腕といいまして、はい、その競技規則っていう、まあ、サッカーのルールがあって変わったんですけども、うん、あのどこまでが手や腕なのかっていう定義があって、うんうん、まあ、真面目な話をします。あの脇の下の一番上の高い部分までがいわゆるハンドの反則の対象になるんですね。で肩は含まないんですけど、うんうん、脇の下の一番上のあたり、うん、でそんなの分かるわけないじゃないですか。なかなか判断しづらいところありますよね、うん、そう、あれ VAR があるからああいう規則になってるんで、うんうん、そう、実際はなかなかね現場ではそんな脇の下の一番上の部分までって分かんないですよ。そうですよね、あのよくね、うん、あの胸でトラップしますけども、でそこら辺のところがね、うん、右左で脇に近いところに行ってね、あのボール受けてる場合がありますもんね。そうですね、なかなか難しいですね、うん、だけどねやっぱり運動量がやっぱりサッカーは激しいですので、もう私はですね、もう、まあ、入ってですね、まあグラウンドに入ってですね、フィールドに入って、まあ、2、3回ドリブルしたらもう終わりでしょうね。もう心臓がドキドキしちゃって、あのすぐにあの変えてくださいっていうね。もうそれぐらい、まあ、でもそしたら外で観戦するだけでもいいんじゃないですか。そうですね、うん、ただね、あの一人で見てるとね寂しいですからね、どなたかね、あのお供の方をね、あの連れて行きたいと思うんですけどね、なかなか例えば具体的に言いますと、あ、それは、まあ、もう皆様、私いつもね、呼びかけておりますけどもね、美人駆除のね、あの素晴らしい方がねちょっと一緒にね、うん、行っていただけるとね、まあ、ポップコーンでも食べながらね、うん、観戦したいなと思って、そこまでにしておかないとね。ああ、そういうことね、ハンドの反則取られますからね。でも大丈夫、あのね、ずっとね、あのね、フィールド見てるよりかね、この女性見てることが多いですから。それ。ああ、もうそしたら退席していただきましょう。あの、沖縄大好きさんが、王子、レッドカード間近って。そうですね、もう1枚イエロー出てますから ね。え、そうなの？そうですね、さっき1枚ダメ、出ました。あ、そうです、あれ、もう出てる。あれ、イエローカードあれ、何枚だとレッドカードになるんですか？1枚出てると、もう次が。その試合で、カードが2枚出るとレッドカードになって退場になりますね、うん、でイエローが2枚出ると、あれもう退場ちゃうと、はい、もう退場したのがいい、うん、退場の方がいいね。ああ、お時間ですね。大手です、大手、はい、あ、そう、大手ですか、うん、もう積んでも積むところですね。もう少しで積みますね。あ、そうです。逆につまみ出されるかもしれないです。あ、そのパターンはあると思います、はい、ということで、あの、はい、高坊さん、最後に番組の宣伝を、高坊さんからよろしくお願いいたします、はい、あ、はい、恐れます。
冒頭にも申し上げましたように毎週土曜日の夕方4時から、26分まで、生放送で、はい、サッカーのルールとですね審判法について、お話ししておりますので、初心者の方もしくはサッカー見ててもよくわからないよっていう方いらっしゃいましたらぜひ、聞いていただいて参考にしていただければと、またご質問ご感想などもお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。本日は、FM ギロアンでパーソナリティをされています高保さんでした。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、よろしくお願いします。では失礼します。失礼します。新一さんから、サッカーといえば中学生の頃、はい、ゴールキックを至近距離からまともに顔面で受けたことがあります。笑いになってるけど絶対痛いですよねこれ、うん、鼻とかだったら鼻血ブーでございますよ本当に。あ、そうそう、で FMJ 自身さんが2人のやり取り面白いって面白かった、楽しんでいただけたようですねということでですね、先ほどですね、はい、ゲストで出ていただいた高保さんからのメールが来てますので、はい、ありがとうございます、はい、王子ダンサーズスタミソさん、こんばん名古屋、名古屋、高保です、今夜はご指名いただきありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました、動画といえばサッカーの試合をサブスクで見ることが多いです。地上波ではなかなか放送しないので時代の変化を感じますね。またラジオ番組の YouTube 版を見ることも、最近は YouTube の恋愛ストーリーを見ることもあります、うん、裏声を使った馴れ初めストーリーです。これどういうことなの、裏声を使った馴れ初めストーリー、これなんか何なんだろうね、そういった番組があるってこと、馴れ初めストーリー、うんうん、っていうかね、あの王子一つ聞きたいんだけど、うん、はい、このサブスクって何、サブスクってこれ、いや 今その番組中にその質問します。ちょ、サブスクってもう後で反省会です。はい、後でということで、誰か教えて、教えて、後でしっかり説明します、しし します反省会です。なんで、はい、終わりです、もう終わりです。はい、じゃあメールいきます、はいはい、皆さんこんばんは、こんばんは、こんばんは、ツインクルちゃんです。ありがとうございま す。久しぶりにメールを送らせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。本日のテーマ、動画、動画といえば YouTube を思い出します。私はよく YouTube を見ます。よく見る YouTuber さんはファミリー系 YouTuber のひまわりチャンネルとカジサックチャンネルです。ファミリー系なら、ファミリー系以外ならヒカキンさん、フィッチャーさんで合ってます、フィッチャーさんかな、で見てて楽しいし面白いですということです。ありがとうございます。いろんな YouTuber の方いらっしゃいますからね、次から次へとね、そう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 、新しい方がいろいろいらっしゃって、だからね、まあ、もうおばさんはついていけないですなかなかはい、あ、じゃあもう一つ紹介いたします。王子ダンサーズさん、みそさん、こんばんは、こんばんは、ジョージさんからです。ありがとうございま す。動画といえば私、恥ずかしながらたまに出演させてもらってます。自分ではそう思いませんが、周りが面白がってくれるんでいつの間にか出る羽目になりました。こう見えても引っ込み思案な私ですが、あれ、ジョージさん引っ込み思案だったかな、ふざけるな、あのリスナーさんにそんな動画をきっかけに全国の皆さんから親しく話しかけてもらえたり仲良くなれたりしたのは本当に良かったなと思います。ももチャンネルという免許のいらないトランシーバーで遊ぶことをコンセプトしたチャンネルですが、皆さんぜひ見て、あ、覗いてやってくださいということです。私あの見たことありますよ、ありますね、ジョージさん出てましたね、ももチャンネルにね、新幹線各駅停車でいや、あのなんだ CQ 出してるねえ、うん、面白かったですね、あれね、
いや、面白いですよ。もうももチャンネルですよね。ももチャンネルですね。はい、ぜひ、はい、興味ある方見ていただけたらと思います。あのヤンポーさんが嘘だろ、サブスク知らない人いるばってほらあ、すいません、先ほど言ってたのはね、フィッシャーズということで、もう本当におばちゃんもわかんないね。あ、フィッシャーズいるね。ね、あ、そうなのね。うん、いやもう、あ、もう高尾さんから説明がいただいてます。サブスクは定額料金で一定期間商品やサービスを利用できる仕組みです。現在では動画や漫画のほか、ファッション系などさまざまなサブスク型のサービスがありますということで、これサービスのことを言ったのね。勉強になりますね。正式にサブスクリプション。あ、サブスクリプションで、だからなんかサブのスクールなのかなと思ったの。だからちょっと違う、本式な教室ではなくしてサブのスクールがあるのかなっていう。お引き取りください。そんな風に思っちゃいました。お引き取りください。で、沖縄大使さんが、僕は LINE ミュージックなどサブスクに入ってるっすって感じ。あ、だから一定期間 の、まあ、その定額でこう見れたりっていうことですかね、そういうことね。あの、じゃあ1ヶ月とかそういう風ではないの。半分当たってるんですけどね、うん、ね、うん、もうちょっと勉強しましょうね。はい、メール紹介します。はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。ダーサーズさん、みそさん、王子高保さん、こんばん。名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。テーマ動画、 YouTube のショート動画でよく見かけるのがパパゲチャンネルというギャグアニメ。日常生活に非日常が起きる出来事を主人公の田口山田が突っ込みを入れる作品。最後には必ず今日の教訓が出てくる。ジャンク系の動画を見るとゲームやパソコンを修理して直している人の動画もよく見ますよ。あとはラジオ番組のアーカイブ、キユ名古屋も中坊のキックオフも見てますぜ、ということで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、いろいろな YouTube ありますね。うん、ありますね。はい、はい、続いてですね、はい、こちらはアンツバさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。王子みそさん、ダンサーさん、こんばんは。 93.2kg、 夕方の体重かなのアンツバです。うん、コロナ禍に見ていたのは、歌を方言バージョンでカバーしている YouTube 動画をよく見てましたね。青森の方言でカバーしているジンジャー姉妹ってYouTuber の動画はよく見てて、雪の花はいいですね、ということでございます。うん、お、まあ、雪の花、歌自体いいですもんね。それを、青森の方言で歌われてる。青森弁でとか可愛いかもしれないですね。カープボーイさんが、動画最近は YouTube でよく見るっていうか聞いているのは、ワンピースの考察チャンネルとか、古田の方程式と高橋よしこチャンネルとか、あとは樹脂サンダーチャンネルとか、船木正勝のチャンネルも面白いということで。いや、全然わからないな。なんかみんないろいろなジャンルのね、YouTube があるので。王子の YouTube とか動画は 何見ますか、よく。よく見てるのは、ね、最近はですね、はい、スベリゼリー先生も大好きなね、はい、アメリカのね、WWE っていうね、プロレス。はい、の動画のね、女子ですね、あのディーバって言われてますけども、うんうん、女子のその試合をよく見てますね。今ね、日本からそちらの方に、じゃあこの流れで名古屋へ行きましょうか。はい、行きましょうか。はい、名古屋は栄養コーナーです。はい、でね、今続きですけども、はい、今ね、そのアメリカでですね、もう最高峰のこうプロレスリングですね。はい、ね、日本の女子でね、3人ね、チャンピオンになってますので、タッグ王者と、個人の、ね、世界王者になってますので、うん、日本人の、ね、選手がね、強いんですよね。うん、でそれをね、よく配信されてるのを見てますけども。まあ、やっぱり日本のプロレスが、ね、エンターテインメント性が強くてですね、盛り上がりもすごいもんですから、本当に生で見てみたいなっていうような、ね、思いで、ね、YouTube よく見てますけども、まあ、あとは、
うん、まあ、音楽系ですよね、うんうん、なんかはね、まあ、歌を覚えるときには楽ちんですよね。ちょっとこう耳に入れるっていうんですかね、うん、だからいろんなものをこう、ね、検索してこんな歌どうだったのかなっていうのはねよくね見てますけども。で山中さんがプロレスラーを夢見る税理士チャンネルですね、かっこ宣伝。はい、宣伝ですね。宣伝プロレスラーを夢見るの、あらやっぱりこれちょっとこの鍛えないといけないですよね。いや山中さんのね、YouTube 面白いんですよ。思うんですけど、プロレスラーっていうことはちゃんとしたブーツ、まあ、靴ですよね、うんうん、履かないとツルツルしてたらねやっぱりよろしくないんじゃない。まあだけどね、あのブーツ履いてても汗で滑りますからね。でもトークが滑るっていうのはどう、うん、あそれトークが滑る、うん、いやそれはいつもね私も話してますけども、はい、この山中さんもそうですけども、はい、滑ってはないよ。うん、滑ってはないよ。うん、王子との話もね、ごくごく普通の、まあ、世間話みたいなもんですね。お二人ともね、同じこと言われるんですよ。同じこと言われるんですよね。うん、だからね、どこが滑ってとかね、指摘してほしいもん。僕同じこと言ってます、これ。滑り税理士さんも同じこと言ってるんですよね。うん、もう、高坊さんがね、石鹸話ってなってますよ。ほら、滑ってる。だからね、石鹸ってなるとまたその向こうに通じるんだから、ね、あびっくりしちゃうんだよね。そう、うん、そうそう、うん、あダンサーズは、ね、で、名古屋AOですね、はい、うん、まあ動画でですね、まあ一つあるのが名古屋飯 PR 動画っていうのがあるんですね。で、実はこの名古屋飯、まあ、皆さん、うん、テレビなどでご覧になってるかもしれないんですけども、いや他の地域に比べて変わったもの多いと思うんですよ、うんうんうん、でこれが集まった動画、名古屋飯、名古屋飯 PR 動画というのがありますので、一度ご覧いただければと思います。それ名古屋飯 PR 動画で検索したら出てくるんですか。出ます。出ますので、それ名古屋飯を紹介してしております。ほう、で これがですね、名古屋飯復旧促進協議会というところが制作している動画なんです、ね、うん、すごい、ちゃんとそういう委員会があって、はい、へえ。で、この動画って言っても、うん、その何ですか、例えば味噌煮込みうどんをじーっと撮ってるだけの動画なんですけど、何、内容はそういう内容なの、うん、はい、へえ。いや、そこにあるんですけど、味噌カツとか、でもなんか見るだけかと思ってね、やっぱり食べたいですよね。なんか見るだけですね。まあ動画ですからね。これ15秒になってる、13秒になってる。でもそれじーっと見るだけなんですね。そうですね。味噌カツ、エビフライ、うんうん、え、それぞれあるんですか。味噌煮込みうどん、はい、ありますね。これ見てますと。すごいな、うん、今度見てみよう。また今度見ていただければと。はい、ということで名古屋は栄養、名古屋の動画の話でした。はい、はい、面白くてね、うん、余計な話ばっかしちゃうからね。はい、またまたあれですよ、今、はい、ね、今からメールもですね、はい、脱線しちゃうかな、はい、スタッドレスタイヤやチェーンなどの滑り止めが必要なラジオはこちらですか。こちらです。そうなの。あ、隣です。隣隣におります。ダンサーさん、みそさん、バスター抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さん、こんばんは、バンバシュープリームです。ありがとうございます。ニコンさんやソニーさん、お願いです。動画機能はいらないからカメラの値段を下げてください。てか iPhone の動画機能シネマティックモードはマジでおしゃれな動画が撮れますね。最近スノボをしながら右手に iPhone を持ち、動画を撮りながら滑るのがマイブームです。あら、またこっからがね。あ、王子、 YouTube に脇調査の動画がたくさんアップされているのですが、面白いからぜひ見てください。そんな動画あるんだ、ね、うん、お互い明日は我が身ですか。
互いにって言ってますね。あの王子はまあ、シュプリームさんもなのね。シュープリームさんの場合は、まあ、あの周りにねいろんな女性の方がいらっしゃいますからね。うん、まあ、それでこうぼかされる場合がございますけどね。うん、あの王子の場合は、はい、まあ、闇に隠れたということで。おだまり。そうじゃない。どういうことだ？じゃあ闇に隠れないとこう皆様にチェックされるじゃないですか。ね、こんな明るいところではねなかなかそういうことはできませんけどもね。はあ、うん、はあ、って、ね。だってどうリアクションしていいかわからないよ、ね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね。はい、お願いします。ヤンポーさんからです。はい、ありがとうございます。これもすごいメールだな。何？ダンサースタミソさん、はい、皆さんこんばんは。そして動画。どうかどうか滑り王子が番組を降板して新しいパーソナリティになりますようにうとうとうってうとうとうされてるうとうとうああでもねまあなかなかそう言ってもねあの私のあたがもはなかなかいませんのでね地獄を見るわよ、まあね、なかなかでございますね。王子に勝てる強者がいないということです。はい、はい、続いてですね、はい、こちらはねラジオネームみなこさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。お三人様こんばんは、実は私4年前だったかなマンタキラジオの放送中に居眠りをしてしまいました。あら、当時は3名で放送していたのですが、はい、なんとか放送はできましたが YouTube に居眠りしていた姿があら、他にも生放送中にモニターの音量の調整をしようと椅子から立ち上がり調整し椅子に座ろうとしたら椅子が急に後ろへ下がり転倒してそれも YouTube 動画に。あ、これは本当にハプニングですね、うん、生放送は何が起こるかわからないから怖いですね、お三人様も気をつけてくださいねということでございます。あ、うん、あの居眠りされてるパーソナリティの方、ね、沖縄で有名な方いますね。ありましたね。はい、某雲地局で雲地局の K 高エムリさん、ね、あまり隠れてないイニシャル、うん、K 高エムリさん、うん、K 高エムリさんオンエア中に寝てました、はい、白目になって寝てました。白目までわかるのすごいね、はい、うん、ね、今ああやってね動画を配信するからね、はい、ラジオ番組でも気が抜けないですよね、はい、そうですね、はい、はい、じゃあメール紹介します。銭形警部さんからです。ありがとうございます。動画といえば私が動画を見るのは YouTube で80年代から90年代のアーティストのミュージックビデオかアーティストが出演している歌番組の動画を見てます。もう一つは、アメリカ横断ウルトラクイズの問題が出題されている各チェックポイントの動画を見ていますね。どちらも今と違ってあの頃の時代は良かったなと思います。昭和の時代にカムバックしてほしいなということです。とございます。ああ、なんかそんなのありますね。もう、うん、アメリカ横断ウルトラクイズね、ちょっと、なんかあのすごいアメリカの本当真ん中でさようならってなった時はどうなるんだろうっていつも心配しちゃうけど、うん、なんかサボテンしかないようなところで、ね、そうそうそう本当にそうサボテンしかないようなところとか ね、もう子供の頃真剣に心配しましたけど、うん、でも今見たら面白いでしょうね。またそれは、まあ、そうです ね、そのあの頃は真剣にそこに置いてかれるって思ったから、うん、なんか本当にハラハラしたりしてたんですけど、うん、今ね大人になってそれを見たらちょっとこう笑えるのかなと思います。ありがとうございます。はい、続いてですね、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。ありがとうございます。ダンサーさん、ビソニコミスキーさん、マスクマンさんこんばんは。こんばんは。たまにスマホで動画を撮ったりするのですが整理ができずどんどん溜まってしまい容量不足ですのメッセージが出るとその都度古いものから消していくって感じになっています。皆さんはスマホの動画や画像や動画うまく整理できていますかということでございます。あ、うん、結構ねそれでデータを ね、うん、まあ、そうだね占領してますね、うん、できてないですね。なんか写真とかもね、うん、もう3万5千枚とかあってね本当まずいなと思ってますけど、うん、なんかね本当になんか見るとしょうもない写真もまだ撮ってあったりするんですよ。しょうもない写真そうそうそう、なんか覚書のやつとかね、地図のやつとか時刻表とかね、そういうのもね整理しなきゃって思いながら溜まってます、
はい、お願いします。はい、ですね、進撃のめいちゃんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆様こんばんは。最近王子からの名古屋市栄情報がないですが、さすがに奥様から送られましたいや全然そういうことはございませんけども。あ、でもそういえば王子最近あんまり錦行ってないんじゃない。行ってないですね。ねえ、うん、まあ、コロナになってからね、私ね、コロナ禍になってからやっぱりね、うん、そうですね、私の知ってるお店がね、大体全部潰れてまして、あ、店じまいしてましてですね。そうですね、だいぶ変わりましたもんね、うん、店もね、うん、変わりましたね。でだからなんか最近ねホストっぽい店多いよね。女性って感じで、そのね、のお店じゃなくして、その、うん、逆にホストクラブ、うん、その方がね多くなりまして、うん、お兄ちゃんたちがよく歩いてます ね、うん、そして動画、最近カジサックスさんの動画にハマっています。あ、さっきも出ましたね、うん、テレビ並みのクオリティな企画ばっかり、プラスカジサックスファミリーの可愛さはもう誰にも真似できない。あとラジオでミュージシャンの動画、具志堅ツアーの動画を毎回見たりしています。マーリーが言うにはミュージシャンの動画のことを監視カメラって言ってますがあ、さっきのあの話の続きですね、うんうん、本当にね、うん、監視カメラです ね、うん、ね、あの動画は、重宝しますよね、曲中 TKB が曲中あくびしてたのを見たことがあります。あ、うん、あ、はい、もうあるあります、あります、そういうのね、疲れてるんだなってね、うん、ではでは最後まで放送頑張ってください。今日茨城放送からプレゼントが届いたところから送信、なんか届いてんだよね、当選通知ってのがね。なんだろう、何が当たったの、うん、この度開局60周年記念、やばいぜ還暦、ラッキー FM ラジオ祭り特別番組、やばかんラジオリスナービッグプレゼントに応募していただきありがとうございました。抽選をした結果見事に当選されましたので、商品を送ります。ということ、何もらったんですかね、何がね、それが気になるんだけど、一応なんかこの当たりましたというその報告のね、こう送っていただきましたけども報告のお手紙だね、うん、そう、何が何かが分かんないな、何が当たったか分かんない、ちょっと気になりますけどね、うん、あの牛肉1年分とかね、そんなじゃないのかなって書いてあるわけじゃないの、びっくりした、だったらいいじゃんって、なんて太っ腹と思ったら違ったわ、あ、なんか高本さんね、あの動画の話だけど、はい、ダゾーンのスペインリーグ放送は冒頭の広告が多くてなかなか本編に入れませんって。さあ、そうなんですね、最近やっぱりね、アイコンテンツ見るのためにね、そう、広告というか CM を見ないといけないですもんね。そうだね、まあ、YouTube なんかでもね、うん、動画が結構挟まれますもん、動画じゃなくて CM が ね、 CM がね挟まれますね、やっぱりそうですよね、うん、あのさっきのサブスクのところで高本さん、北島三郎さんのスクールそれすごい見た、本当にすごいな山中さんが寒いスクープ記事って、うん、もうそれすごいいいなと思って、もう終わりです、はい、ということでエンディングです。あ、まだあります、あ、いいの、まだ、じゃあもう一つ紹介、あ、はい、もういいですか、大丈夫ね、大丈夫です、はい、メールは全部紹介できましたか、うん、はい、じゃあエンディングいきます、はい、はい、はい、来週のテーマは就職、来週のテーマは就職です。初めて就職した会社がブラック企業だった、就職活動中は超氷河期でとっても大変だったなど、就職のエピソードをお送りください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル A と、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、芋掘りイベントは八重瀬町ぐっしゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたしました。
はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございます。ありがとうございます。ツイキャスもね、たくさんいただいてて全部ちょっとご紹介できなくて申し訳ありませんでした。ね、本当に最近ね、このね、うん、ツイキャスのねコメントとねメールがね、うん、なんか面白くてさ、面白いですよね。なんか読みながら笑っちゃったりとかします。突っ込んでいこうと思うんだけど、なかなかね追いついていかないんだよね。ね、本当に皆さんのねこのね、リアクションが本当にお上手で、でもねこれいい感じですよ。王子の知らないことみんな教えてくれますからね。はい、ということで、そうサブスクちょっとびっくりでした。はい、はい、閉店ガラガラ。まだ早いですね。あ、早いの、まだあるの、まだちょっと喋りますね。ちょっと喋れるって喋れるよ、ね、どんどん皆さんね、王子わからないこと多いですから、うん、あとね読み仮名もね、そうだね、ひらがな多め、英語のところもね、聞いたことあるな、ちょっと英語のところもちょっとカタカナ振っといて。あ、そうそう、英語ちょっと今日ね、カタカナね、はい、ちょっと役に立ちました。あ、フィッシャーズね、高橋さん全部ひらがな。ああでもいいかもしれないですね。はい、今日はさよなら。はい、今夜もお聞きいただきましてありがとうございます。ヤスさんがサブスクリプションってもうひらがなになってる。あ、そう、いいですね。サブスクリプション、もう後でサブスクリプション自体知らなかったでしょ。そうだね。はい、もう後で反省会ですよ。はい、え、はい、じゃあまた来週でーす。また来週就職でーす。来週はさよならー。